ありがとうございます。東北大学の小林武史です。どうぞよろしくお願いいたします。非モデル植物というのをターゲットに、遺伝子ネットワーク情報解析、情報活用基盤を展開していくということで今回、発表させていただきます。まずなぜ非モデル植物なのかということで、こちらには屋久島の、写真を使わせていただいてますけれども、このような豊かな森があって、でその上でさまざまな動物がいて、もちろん我々の人類社会もこの、豊かな森もしくはこの多様な植物から多大な、恩恵を受けているということになります。でこの多様性というのが非常に重要で、植物科学は広い意味ではこの多様な植物を理解をして、そして活用していくということが応用に入ってきますので、必然的にこの、非モデル植物、この中にはモデル植物は基本的にはいませんので、非モデル植物をちゃんと理解するという基盤が必要になります。で現在高特シーケンサーを使うことによってゲノムを決めて比較ゲノムのアプローチが使えるようになりました。でこのことは、非モデル植物を、実際に研究するにあたって、非常に重要なスタート地点になります。このことをこんな簡単な、模式図で示すと、縦のラインというのがゲノムが分かって遺伝子が見つかっている状態で、植物の場合モデル植物は圧倒的にシロイナズナが、多くの知見があって、例えば一つの見積もりによると、シロイナズナの場合は 50% ぐらいの遺伝子が分かっていると、あとの 50% ぐらい分かっていないという状態です。で、新しい植物、非モデル植物をじゃあ決めた場合には基本的にはほとんど分かっていないので、それをモデル植物からどのように情報を転移をしていくか、遺伝子アノーテーションを転移していくかということが非常に重要になります。で、配列創造性によるアプローチというのは非常に強力で、これなしでは、全く考えられないんですけれども、例えば、右下にあるような、単子葉にしかない、遺伝子グループだとか、もしくはマメ科にしかない遺伝子グループだとか、いくつかそういうようなものもありますので、オーソルグだけで情報転移がどのくらいいくかというと、まあ、それは最初のステップとしては重要だけれども、まだまだ足りないということになります。で私たちが扱ってこれまでに扱ってきた遺伝子共発源というのは、おのおのの、ゲノム、おのおのの生物種の中で遺伝子と遺伝子の機能的関係を見つけるものになりますので、言ってみたら、この配列によるアプローチと配列によらない、機能と機能の、結びつけるアプローチというのを、言ってみたらこの縦糸と横糸になぞ、例えれば、縦横無尽な遺伝子探索をこの組み合わせでできるのではないかというのが大きな、モチベーションになります。なので、このようなアプローチでモデル植物のリッチな遺伝子情報をどんな生物もしくはここではどんな植物に対してもアプライしたいということです。でもう一つ、この遺伝子共発源、我々ずっとやってきたんですけれども、これと配列創造性の組み合わせが、とてもいい組み合わせじゃないかと考えているんですけれども、それは、ゲノムを決めると、新しくゲノムを決めると、そのゲノムが持っている情報というのは非常に単純化してしまえば、タンパク質をコードしている領域とその制御領域ということになります。でタンパク質をコードする領域というのは、間接的にタンパク質の立体コードを決めていることになりますし、タンパク質の立体コードが決まれば、分子機能はもちろん決まります。そしてタンパク質とタンパク質の物理的相互作用というのも決まるということで、ゲノムが読まれた次に、今まだなんか完全にはできないですけど、例えばアルファフォールド2の、などを利用することでタンパク質間相互作用ネットワークが、決まるというような未来は遠くないんじゃないかなと想像できます。でこのようなアプローチでフォローできていない部分が制御領域の情報というのをどうサマライズして使えるようにするかということになります。制御領域の情報というのは、そのタンパク質、もしくは正確には mRNA ですけれども、mRNA がいつどのくらい発現をするのかという情報ですので、そのプロファイルが一致している、つまり細胞にとって同時に必要となる遺伝子というものを、うまく抽出してくれば、それは機能的なネットワークになる。それが遺伝子共発源ネットワークで、で私たちはその、植物に特化した遺伝子共発源ネットワークを長いこと開発をしてきたということになります。ただこの遺伝子発現ネットワークは遺伝子発現プロファイルの量とクオリティに、依存をするために、シロイナナズナ、モデル植物のシロイナズナの共発現情報が一番良くて、その他のものというのは、参照程度になるというような構図はあります。が、このように作ってきました。でいくつか遺伝子共発現情報を使うとどのように、遺伝子探索ができるのかという例を示したいと思います。
でまず1つ目の例は根茎化合物、根から、植物の外に分泌される化合物の例ですけれども、そのような化合物の中心的なものの1つタリアニンを合成するためには、5つの、反応のステップからなり、タリアノールからタリアニンができることになります。でこの化合物の中で2つ未同定なものがあったという状況です。で筆者たちは、最初のステップと2つ目のステップに関わる4つの遺伝子を、アテット2でクエリとして投げて、それと、平均的に強く強発現する遺伝子のリストを作りました。で実際に実験を行ってみると、5番、ここでは5番目になってますけど、最も強く強発現する遺伝子 と、5つ目に強発現する遺伝子というのがそれぞれ、その道、未同定の遺伝子だったということで、この、タリアニン合成の制御という、解析を進めることができたということになります。でもう一つ進化の観点でも興味深い例をもう一つ、お示しします。でもう一つの例はロイシン低合成系なんですけれども、一番上のロイシンは4つのステップ を、経ることで一番最初の基質からロイシンに変換されます。で2つ目のステップは、ラージサブニットスモールサブニットがあるので、合計すると5つの遺伝子が少なくとも必要なんですけれども、シロイナズナの場合には、パラログ遺伝子があるので、遺伝子重複があるので、オーソログを取ってくると、このようにおのおの3つないし、6つの、遺伝子のグループからなるということがわかります。で、配列相応性から見るとこのグループの中の機能分担というものはわからないという状態なんですが、これらの間の遺伝子共発現関係を見てみると、このように明確に強い、強発現モジュールがあることがわかります。で、さまざまな生物種を見てみると、一つずつしかない生物もたくさんあるんですけれども、この油の中にはその後のいくつかの研究によって、最初の基質が違うメチオニンであり、メチオニンから、ここですハーブに付け加えて、もしくは、アミンを付け加えることで、メチオニン誘導体を作るというような別の新規のパスウェイになっているということが分かりました。で、このように、配列相同性では捕まえることができない、実際に植物の中でどんなパスウェイとして、どんな機能として働いているかというところに、遺伝子共発現はアプローチすることができるというものになります。でこのような遺伝子共発現条件なんですけれども、基本的に計算によって求めているために、全てのペアについて、何かしらの共発現度というものを、出すことができます。で大体数万の、遺伝子からなる植物の場合には数億の、ペアがあります。でその数億のペアを、一度にもしくは、理解することは非常に大変で、例えば今、例としてルビスコアクティベースの例を挙げてみますと、一番強く強発現する遺伝子、一番強く強発現する遺伝子は FBA2 で、Z スコアにしてこのくらい、2番目に強く強発現する遺伝子は GAPB というふうにこのリストになります。非常に分かりやすいですし、これで新しい遺伝子を捕まえることも当然できるんですけれども、例えばここの一番強く強発現する FBA2 と8番目の FBA1 というのは実は非常に強く強発現しています。で、GAPB と GAPA というのも非常に強く強発現しているんですけど、このようなリストの一次元表記だと、そのような、インターディペンデンシーというか、そういうような相互関係は表現をすることができません。でそのような相互関係というものを表現しようとすると何らかの近似が必要になって、例えば日誌化をすればこのような、見やすいネットワーク構造を作ることができます。でこの場合、例えば RCA 今着目している遺伝子の隣に FBA2 があり、さらに隣に FBA1 があるというような構造もよく見えてくると。で一方でもう一つ考えてみると、ゲノムには有限個の、パーツしかありませんので、その全ての有限個のパーツの中で一体このルビスコアクティベースというのは、どういうような位置づけにあるのかというと、ここにありますというような、このようなマップとして、見せることもできます。これは本当は高次元データを2次元に圧縮していますので、近似でしかないんですけれども、これはこれで全体像がよく見えるということです。でこれについてもう何枚かだけお示ししたいと思うんですけれども、こちらの共発現マップは、シングルセルRNA-seqなどでよく使われる UMAP4 を用いています。
でここで表現される点というのは一つ一つが、遺伝子ということです。ちょっと見てみるとこのように共発源のモジュールがあるということが分かりますので、このモジュールというのはいつも一緒に動いている、遺伝子ペアということで、言ってみたらパスウェイのレベル、より高度なレベルの機能を、達成して、なんか担っているのではないかと期待をします。で実際結局のパスウェイと重ねてみると、先ほどちょっと見えましたけど、このように、割とよく当たるということで、結局のパスウェイを、言ってみたらデータドリブンに推定をしていると。なんでこれはシロイナスの例ですけれども、同じようなことを、他の生物種、非モデル生物種に対してもデータドリブンに行うことができたら、アノテーションをつける、もしくは機能を推定するのに非常に役に立つというようなことを期待します。でこのようなマップを、機能マップを得ることができると、例えばさまざまな解析の理解の仕方というのも変わってくるのではないかなと思っています。ここではある変異株とその親株の発現変動遺伝子というものが出てくるんですけれども、ここでは例として、100個の発現上昇遺伝子と、発現が減少した遺伝子というのを取ってきます。で通常この発現上昇遺伝子というのはどういうふうに、解析をするかというと、エンリチメント解析を行って、どんな、GO タウンだとかケークパスウェイが上がっていますというようなことをやると思います。でそれはそれで大変重要なことなんですけれども、この全体の機能マップの上では、例えばここに固まったものがリボソームバイオジェネシスにちょうど当たるんですけれども、他にもどんなようなものがどういうような距離感で存在しているか。で、例えばダウンレギュレートの場合だと2つ、モジュールがあって、こちらはうまく、既存のパスへと当たるんですけれども、こちらは、ピンポイントに当たるものがないというようなことまで分かります。もしくはこのばらつき具合というものも、ひょっとしたら初期の、反応に対して、二次の反応かもしれないなども、想像することができるということです。で目指したいのは、ゲノムを、さまざまに現在読むことがきれいに決めることができるようになって、この、非モデル生物であったとしても、非モデル植物であったとしても、遺伝子の物理マップというのを、ここではシロイナスな例ですけれども、非常にきれいに決めることができるようになりました。で我々が提供したいと考えるのは、この生物種の、機能マップということになります。でこれがさまざまな生物種に対して、自由に、ユーザーが使えるような環境というものを作っていくというのが、この、統合化推進プログラムで、チャレンジをする内容となります。でアプローチとしては、今シロイナズナの例ばっかりで挙げてますけれども、このような、コアとなるような共発、生物種の数を増やす、もしくは、中でどんな共発源をしているかという詳細まで見れるようにするという、共発源情報を深掘りするという方法、そしてこれまとめ上げるということが非常に重要だと思っているんですけど、一つ一つの線をさらにつないでいくことで、この例えば単子葉の共発源だとか、油中の共発源だとか、そういう見方をしたい。先ほど、すいません、なるほど。先ほどマップを示しましたけれども、そうですね、先ほどマップを示しましたけれども、この共発源マップ、近縁種では実はそこそこ似てきますので、どのくらい似ているかということを考えると、他のアブラナ科植物でも大方使えるだとか、これは使えないというようなことを生物種スペシフィックに、機能スペシフィックに、判断できるようになる。いうようなことを定量的、そして分かりやすく、提供していくことということが、目標になります。で私たちのこの、また見失ってしまいましたが、アプローチというのは、この赤い線をいかに強化していくかということですので、植物であればさまざまなゲノム、もしくは標準種以外 の非標準種も含めたゲノムデータベースという流れ、そして、ここではデータドリブンなアプローチですので、結局のようなナレッジデータベースというものとの、うまく相関、互換関係にあるかなと考えています。これらと合わせながら、植物科学の自由な発展を推進していきたいと考えております。以上です。ありがとうございました。